はい、どうも、マサです。今回はですね、こちら、ワモンダコっていう食材ですね。まあ、このタコなんですけど、サバイバル生活10日目にね、撮ったやつなんですけども、めちゃくちゃ大きくて、サバイバル中食べきれなかったんでね、持って帰ったんですよ。で、なんかやっぱりサバイバル中ってさ、海水煮か、直火焼きか、刺身でしか食えないんで、俺、このタコこのまま終わらせるのもったいないなと思って、もう一本ね、撮っていくことにしました。この動画おそらくなんですけど、サバイバル動画全部終了した後の次ぐらいに出てるんじゃないかな。まあ、予告ととかも含めたらね、サバイバル関連何本出してるだろう。10日間だったけど16本ぐらい動画出してると思うんですけども、ついにここでね終了です、サバイバル関連は。はい、ということでですね、実はサバイバル終わった後にコラボしようって言ってた YouTuber の人が今来てて、でその人がたまたま大阪出身なんですよ。ということで今日はですね、たこ焼きを作っていこうと思うんですけども、今来ていただいてる人にね登場していただきましょう。ジュエリーさんですね。はい、どうもありがとう。ジュエリーです。自己紹介してもらってもいいですか。自己紹介、YouTube で美容系の動画を上げさせていただいておりますジュエリーです。どうぞよろしくお願いいたします。多分ね、視聴者層があんまり被ってないと思うんで、ちゃんと説明させてもらうんですけど、女性 YouTuber で唯一ゲテモノ食ってる人ですよ確かに、そうかもしれん。ゲーム実況と釣りが趣味です。あと酒が大好きです。はい、酒に合う食べ物随時探しております。声張ってみた。なんか例えばね、牛ガエルとか食べてて、ナマコ食べてもらいたいんですけどって言ったら、なんか嫌な顔とかしないですもんね。ナマコ好きっすよあのナマコの見た目を見て、食べてみたいみたいな感じで言うぐらい、なんか結構ヤバい人で、まあ、めちゃくちゃ面白い人なんですよ。ヤバい、めちゃくちゃ面白い人。ヤバい、やばいですよ。普通、ナマコ。誰が言ってんのって思うけど、全員思ってんだよ。お前が言うなって。確かに。今回コラボということでですね、タコやっていこうかなと思います。それでは、早速、観察していきましょう。完全に食べかけて申し訳ないですけどね。かじってるな。かじってますよ。はい、こんな感じですね。やっぱりね、ちょっとサバイバルよりね、キッチンで取ると取りやすいな。タコって足失っても、元に戻るんで、これが、もともとあった足で、これが一回もげて再生した足、長さが全然違うんです。すごい、そういうこと。うわ、愛の手がある、すごっ。えで、ワモンダコの名前の由来なんですけど、ここにね、普通のタコとは違ってね、ちょっと薄くなってて見づらいんですけど、ワモンの模様があるんですよ。これがあるからワモンダコって言うんですね。この紐で縛ってるのは、サバイバルの時に紐で釣ってたんですけど、あ、そうなの。紐で釣って乾燥とかしてたんですよ、サバイバルの時に。そうなんや。で、それの紐ですねこれちなみにね、これ頭白くなってるんですけど、頭っていうか本当はね胴体みたいな感じなんですけど、ここを取る時にひっくり返して内臓を引きちぎって殺したんで白くなってるんですけど、ひっくり返したらちゃんとね茶色くなります。で、これがね、あのタコの口っていうか、まあ本当は口じゃないんですけど、墨を吐く部分、ロートって部分ですね。俺ばっか喋って申し訳ないですけど、普段だったらもうロートとかさ先に食べたくなるんだけど、やっぱサバイバル中だとね足いっちゃうんだなって思いましたね。こんぐらいしかないからさ、なんか先に食べたくなっちゃうっていうね。シュッて感じかな。吸うの。吸わない。吸わないね。吸わない。吸わないです。噛み砕きます。で、ここがですね、タコの口なんですよ。くちばしの部分は料理するときに取っちゃったんでないんですけど、ここにね、口がありました。ワモンダコはね、あんまり噛む力強くないんで、噛まれても大したことないんですよ。で、俺、サバイバル中に一番やりたかったこと、何キロか知りたかったわけよ。もう足ね、これ、何本食べたっけな。2本と半分ぐらい食べちゃったんですけど、今から測っていきます。サバイバル中は3キロあるとか言ってたんだよね。2キロか3キロって言ってたけど、どうだ ?1368! あ、いやー恥ずしすぎやな、3キロは。ちょっと恥ずかしいな。大げやな。大げさでしたね。大げです。まあでも足の部分とかあったから。そうですね、足と内臓と、あ、そうか、内臓もあんの。水分乾燥させる部分もあるんで、3キロや。まあ乾燥とかも入れたんで、おそらく 2.1 とかだったと思いますね。それでも大きかったんですよ。もうあの時嬉しかったんですよ。はい、ということでですね、さばいていくんですけども、あの一つだけちょっと了承しといてほしいことがあって、はい、もしかしたら腹壊すかもしれないです、これ。あ、そうなんや。10日目に取って冷凍してたの。いや違う、11日目の朝まで干してたんですよ。干してそっから家に持って帰って冷凍して今なんで、うん、大丈夫でしょう。多分大丈夫だと思うんですけど、やっていきましょうか。はい、さて、じゃあね、ほどいていきましょうか。これね、巻き結びっていう結び方なんですよ。うん、もうサバイバルで何回も説明して、まあサバイバルの動画の編集は1回ずつぐらいしか使ってないとは思うんだけど、そんぐらいね言ってたんで、もうみんなで、ね、結構聞き飽きてるかもしれないんですけども、この結び方どういう結び方かっていうと、力が加われば加わるほど締まっていく面白い結び方なんですよね。それをほどいていきます。これ意外とほどくときも簡単なんですよ。こうね、反対から引っ張れば簡単にほどけるんですよ。
簡単ですよこれ。あ、すごい。すごいですよね。すごい。でも絶対にこっち方向で引っ張ってたら絶対にほどけないんですよ。どんどん締まっていって顔めっちゃでかく見えるな、この画角だと。で、まずですね、このタコ下処理していこうかなって思ってます。まあ、このままでもね、めちゃくちゃうまかったんですけど、正直ね、海水出てたんでだいぶ塩辛かったんですよね。まず塩抜きして、このタコ俺砂利で洗ったんですよ。あ、そうなんや。砂利で洗ったんで、吸盤の中にね砂が入ってて、サバイバル中だったから、まあ、全然気になんなかったけど、この砂利も取っていきたい。で、砂で洗うのは絶対にダメだなって思ってました。あとあとそうなんですよ動画上では泣き言言っちゃダメだなって思いながらやったんですけど、正直ジャリジャリしてましたね。あ、そうなの。正直な話、正直な話ジャリジャリでしたね。いいや、綺麗に洗おう。じゃあ綺麗に洗いましょう、はい、ということで下処理していきましょう。はい、まずはですね、お湯を入れていきます。強めにね。強めにね。本当はアモンダコはあんま茹ですぎない方がいいんですけど、でもね、塩辛さが勝つぐらいに結構塩辛かったんで茹でます。はい、投入。着火シーンやってもらっていいですか。任せてください。あれですよね。これです。これお願いします。いきます。おー、昨日お鍋やで、ほんの。セット。セット。これはうまいな。いい感じですね。はい、それでは火を切って30分ぐらい待っていきましょう。はい、それでは30分経ちました。茹で汁を捨てていきましょう。おいしょ。まだだいぶ熱いな。このね、黒いの見えます？粒の。これがね、ジャリジャリしてるんですよ。ちょっと取っていきましょう。こいつら、やっぱ砂利で洗うのダメだな。よくよく考えたら岩にこすりつければよかっただけの話なんだよ。よし、これは手術みたいなもんやな。ちょっとしんどいですよ。あ、でもあんまりそんなにないんじゃない？結構綺麗になっちゃう。あ、この辺やばいっすね。おいしょ。これ分かりますか？これ砂利です。これは果てしない作業だ。この細かい作業あんま好きじゃないですよね。あ、そう。早くないですか？たこ焼きの原理やから。やっぱ大阪だと扱い慣れてるんですね。前もやってん。え、水たこ、うん、オッケー。でも意外となんか終わりのある作業ですね。プチッ。よし、終わった。はい、それではですね、下処理が終わったんで、こっからね、料理していくんですけども、今日はですね、タコの頭と足1本ずつね、頭1本大丈夫ですね、ずつ使って料理を作っていこうかなと思っております。それではやっていきましょう。もう俺が切っちゃいますね、うん、普通に。お願いします。うわー、ちゃんとして食べれるわ。一番ね、でかいやつ切っていきます。足1本と、そして頭を1本ですね。これ目取ったっけな、サバイバルの時。取ってない気がするな。これね、目がここにあるんですけど、タコはね、目取っていくんですよ、こうやってね。ないよ。あ、グロテスクですね、ちょっと。変な感じになってるけど、どうなってるんだろう。目潰れちゃいましたね。思い出した、こうだ。潰してしまったんだ今。タコのさばき方は親にね、習いましたね。へー。これが目です。こっちはね、また冷凍保存ね、しときます。ちなみに冷凍保存は基本1回はですね、1回やって2回目やるとだいぶ味が落ちるんですけど、こいつちょっとでかすぎて食べきれないんでね、こういうことをしていきます。オッケー、これで冷凍保存していきます。じゃあ、たこ焼きを作る前にですね、刺身をね、切っていきます。薄くね、切っていきます。なんか、こんぐらい太いと食べづらそうだな。一口サイズが大きすぎて贅沢ではあるんですけど、食べづらそうではある。弾力が、うわ、美味しそう。いいよ。こんぐらいでいいですかね。うん、十分。たこ焼きの量多くないですか？多いね。じゃあね、こっからお願いしてもいいですか？はい、よろしくお願いします。はい、小さく切っていくんだけれども、結構あるからちょっと大きめにしようかな。あえて、あえて。こんだけでかいですもんね。うん、以上で。どうしよう、これくらいでいいかな。だいぶ大きいんですね。大きくする、贅沢なたこ焼きで。このビロビロのとこはなんかコラーゲンみたいな、これはいらない。ここなんか食感悪いですもんね。そう、なかなか歯切れが悪いというか、身だけ使って贅沢に。
ちなみに大阪の人は、うん、タコこの状態からやるんですか？なんか足の状態とか。うん、足の状態で売られてるから、それをまあ茹でたり、まあ茹でられてるものが多いかな、もともと。なるほど。それを使うタコパン。さすがに生の状態からあんま行かないですね。そうですね、なかなか売ってないかな、そもそも。あ、なるほど。市場とかに行かないと。でもちゃんと足からは切ってるんですね。そうね。なんならもういいぐらいちゃうかな。どれぐらい作る？1回分ぐらいでいいかな。1回分ぐらいでいいんじゃないですかね。欲張りすぎました。そうね。だいぶでかくないですか？めっちゃでかい。顎しんどくなるかもしれない。顎しんどかったですね、サバイバル中。あ、そうやろ。いいですかね。うん、でもちょっと頭の部分も少し切ってほしいですね。頭の部分とか売ってないですか？頭の部分、あ、でもあるっちゃある。ないことない。へえ。うん、使う？これもつまむ？使う？つまんでみようか。これぐらい。ちょっと頭の部分食べてみますわ。いただきます。あの、だいぶ塩抜けてる。ちょっと炭っぽい匂いがする。美味しい。うまい。やっぱでもあのブヨンブヨンとこは噛みです、ね、噛み切れへん。はい、それでは用意する調味料お願いします。はい、タコ、たこ焼き粉、これがあれば簡単。天かす、卵、紅生姜です。意外とシンプルなんですね。そうですね、この粉があれば。だしとか入れたりすんねんけど、もう全部入ってるから。これがあれば簡単。俺もやしとか入れてましたわ。え、その顔されるとは思わなかったっす。え、もやしとかキャベツとか入れないですか皆さん？イレギュラーなのかな。入れないっすよね、たこ焼きに。びっくりやな。ネギとかじゃん、刻みネギとか。ネギは入れたりしたりしますけど、上からかけてもいいかも。ネギポンとかやって、ネギとポンって。ああ、はい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 、美味しい。じゃあちょっとお願いします。はい、水 600ml。 水600に卵入れて、で、泡立て器で混ぜる。でもさ、協力してほしいことがある。なんでしょう？粉を少しずつ入れていってほしい。粉になっちゃうとよろしくないんで。なんか目の前に健全な食材ばっかりで、なんか驚いてるんですけど。すごいっすよ、健全な食材っていうか、食べたことある食材しかないです。少しずつ。早いっすかこれ。そんなゆっくりなんすか？結構ゆっくり。ほんまにダマにならないようにふるいにかける人とかも。そんなやる人いるんですね。もうここにキャベツ入れたくなってますよ。お好み焼きやって。え、こんな丁寧に混ぜるんですね。うん、びっくりしてますよ今。あ、少しずつ。少しずつ。はい、それが難しいさ、少しずつ入れるの。そういうの苦手なんですよ。入れ疲れてきました。めっちゃゆっくり入れますね。こっちの方がむずいな、多分。俺の方が。で、紅生姜、ほんまはみじん切りがいいねんけど、スーパーに細長いのしかなかったから切っていきましょう。俺これバイト先でずっとしてました。あ、そうなん？やってよ、じゃあ。俺ラッキーいいっすよ、バイトで磨いたんで。あ、そう。1キロとか切ってましたからね。1キロとか切ったら盛ったかもな。うん、すぐ盛るから。すぐ盛る。3キロやから。誤差ですよ。魚付きはね、結構盛るんすよ、海の中で。ま、ある。うん、そのいいやつに出会うと大きく見えちゃうんすよ。あ、海の中でもそうか。あいついたんだけど取れなかったわっていう時、だいたいでかく言ってるっすね、みんな。全員言ってますね。そう、1メーターはあったぞって言ったら多分80センチですね。タコは何キロやったの？タコは3キロ。ワンチャン4キロあるかもとか言ってた気がするんですけど。ほんま。あ、もうなんかそう見えねやろな、もう。うん、サバイバル中ってなんかもう記憶ないぐらいの時もありましたからね。そらそら。今どんぐらい刻むんですか？もういいんじゃない？いいんすか？うん、OK。で、生姜を入れる。入れちゃうやんな。あ、生姜なんすね、発音。生姜？生姜じゃないですね。生姜やで。え、今なんて言った？生姜って言いました。じゃ、生姜を入れる。生姜。うん、どっちなんすか。生姜入れる。あ、そのまま入れちゃうんですね。うん、入れちゃおう。サバイバル行った後からもう飯がうまいんすよ。あ、そう、よかったね、ほんと無事で。お母さん？よかったよかった。オッケー、準備完了。はい、それでは準備ができたんでやっていきますか。はい、こっからが本番。うわー、 YouTuber っぽいですねこれ。これ綺麗に並べられてるよ。綺麗に並べられてる。すごい綺麗に並べられてる。こっからが一番むずいですもんね。そうね。そうなん？回すっていうあれで。そんな焦げないようにするのとか、つかないようにするのか。スイッチオン。オン。おめでとうございます。はい。え、やるやん。でも、え、あ、俺もやるってことですか？やるよね。大丈夫ですよ。やりいよ。やろうや。10個くらい焼いてみてください、一旦。あ、一旦？じゃあ油入れる。ちょっと多めがいいね、これが。ここが味噌。なんか丸めたキッチンペーパーとかでちょっと多めに入れとく。
で、これガスやったらガスのやつもあんねんけど、電気じゃなくて火力が高いからそっちの方が綺麗に焼けたりする。電気はむずいってことですか？じゃあいや、ううん、外がカリカリになるのはガスかな。一箇所に油入れてそこから行くんですね。なんでもいいけど、あ、そこはこだわりとか聞けたら。しかも皿やからしつかへんやろし。皿っていう関西弁ですよ、皆さん。サラピンやろ。サラピン、サラピンってなんかあかん、なんか関西弁らしいな。じゃあ入れちゃいますね。ジューって言うからちゃんと待てるんで、私待てるんで。見てくれてますね、俺の方が。この方とは違って。俺毎回待てないですよ。ジューって言うんで、ちゃんと。あんまり言わんかった。あ、これでもちょっとなんか水少ないぐらいかも。もっとサラサラ、シャバシャバ、もう全部埋まるように。だってダマなってないですもんね。なってない、なってない。なんかあっちからこぼれていく。やばい、傾斜がありますね。なんかね、まあ、いけるいける。流れてくな。そっか、シンクだから傾斜があるのか。そうね、まあ大丈夫でしょう。こんな感じで、ちょっと待つ。やばいな。どうしたんやろ。いや、もうこれ無理ですよ。シンクだから傾斜があるんですよ。気合いね。気合いですね。あ、持ってない。ここで点火すも、パラパラパラ。待って、タコ入れます。これ回ってる。え、はず。え、で、タコを入れます。ここで入れんねん。んな、まさかタコ入れんの忘れるなんてことないよ。びっくりするわ。あんまりびっくりするわ。もう頭が酒のことしか考えない。海潜ったらめっちゃ眠いっすからね。そうやんな、海水ってすごいな。そうなんすよ。すごいとこで泳いでるな、常に。うん、いい感じ。小焼き器安いやつっすね、なんかちょっとでしょうね。でも十分焼けるけど、火力調節もないし、ね、1,2,3 とかなく、いりきりだけですからね。つけるか、はい、やめるか。いや、これね、島来た時にもう結構序盤に漁業権取ったらタコ取ってたこ焼き作ろうって思ったんだけど、なかなかやる機会なくて、結構序盤だったからね、これしか買えなかったんですよ。なるほどね。その時はもう十分十分十分やで。電気やとその火力が偏んねんな。多分調子いいのこの辺やわ。あ、電気の方が偏るんですか？偏る。へえ。ガスまんべんなく温まるけど、だからお引越ししなあかんねんな。詳しいですね。すごい、たこ焼きマスターって呼んで。嫌やな、それ。やめるわ、やっぱり。やめとくわ。素潜り漁師マサル、たこ焼き漁、たこ焼き漁師だね。たこ焼きマスタージュエリー。このスペックのたこ焼き器で完璧に回したら俺すげえなってやっぱ思っちゃうんですよね。おぉ、よいしょ。できるのかな。どうやろな、もういきなりくっついてやった。溝作って、なんか、パンみたいになってきてんの。ちょっとやっぱ水が多かったかなって感じ。あ、じゃあ少なかったかなって感じ、お水が。分量より多めに水入れた方がいいって感じなんですね。そうだね。これはピンチじゃないんですか、たこ焼きマスター。たこ焼きマスター失格ですね、ちょっと。そうだね、こんなにひっつくとは思わないよね。もしかしたらなんですけど、俺の方がうまかったかもしれない。持ってたのと違う。たこ焼きマスターやめよっかな。もうちょっと待とう。まあやっぱ焼く機会もありそうですけどね。それでもこれでやってこそなんですよね。そうやな、マスター。いい感じになってきたじゃん。お、さすが。確かになんか火通ってないとこ火通ってないですもんね。これは難しそうですね。マスターの動き、マスターのこういうやつな。なんか真ん中とかが強そうなイメージですけどね。この辺強いな、手前が。手前がね。あ、そうなんですね。いい感じ。めっちゃ集中力ありますよね。いらっしゃい。毎度毎度毎度。安くて美味しいたこ焼きだよ。あ、これ0円ですからね。そうだね。くらがえしますかね、漁師的には。売ってたら、競りに出してたら。あのタコ 2.5 キロだったら、どうなん、競りで4000円ぐらい知ったかもしれない。すごいすごい。よかったら4000円、悪かったら2000円ぐらい。2キロだったらいくらだろう。2キロぐらいちゃう。2キロだったらよくて、内臓を入れて大体3000円ぐらいじゃないかな。競りに出すときも内臓入ってていいよな。逆に内臓もいだらダメなんですよ。あ、そうなんや。傷んじゃうってこと？そうですね。フグ好きなんすか？フグ、かわいい。ハリセンボンとかわいい。食べるのあんま好きじゃないですか？フグ？はい。好き。好きなんすか？好き好き。美味しい。テッサとかな。まあ、テッサいいですよね。なので、でも、天ぷらとかもめっちゃ好き。いや、でもやっぱ結局うまいっすね。むずいわ、でも。むずいっすか？むずいむずい。どんどん入れていかな。タコパとかせんかった？あ、大学生の頃っていうか、まだ大学生ですけど。ほんまや。してましたね。2回ぐらいやったかもしれないです。キャベツ入れるもんな。キャベツもちろん入れますよ。その時もえって言われたかもしれないですね、うん、確かに。なんとなく見えてきたかな。ちゃんとできてますよ、マスター。よかった、回って。やっぱ不安やった。最初どうかなってちょっと思ったんですけど、やっぱ多少ハプニングがあっても、マスターの部分出ちゃった。出てます。マスタータコ入れ忘れそうになってたけどな。本当はタコ入れるタイミング違うんだと思って見てたら忘れてるだけじゃん。俺かぶっちゃってて、集中しすぎちゃって。あ、
すいません、ね、結構丸まってきたんじゃない？いいんじゃないですか、うん、完成ですか？でこの黒い皿に出してもらって1個ないけど不思議なこともあるもんだね。食べたんすか？不思議なこともあるもんだね。なんか一つないわ。もう全部入れちゃっていい？はい、上に乗せちゃっていい？どうしようか。OK！ 完成！完成！ちょっと俺、揚げて食べたいんですけど、いいっすか？揚げる？揚げてみたいですよ。たこ焼きを？たこ焼きを、唐揚げみたい。焼いたのに？焼いたやつ。焼いてから揚げたいんや。いっちゃ揚げたいねんて、もういいよ。いや、本当ですか？いっちゃ、揚げも好きやな。揚げも好きなんすか？揚げも好きなんや。もうそれは仕方ない。4個ぐらい揚げます。じゃあ、油を入れていきます。揚げたいんや。脂質がより好きになったんですよ、サバイバル終わって。ああ、うん、それやったらしゃあないな。まあ前からもありましたけどね。基本的に唐揚げやもんな。ああ、そうですね。わかるで。でも唐揚げ美味しいよね。美味しいんですよ。全部いっちゃった。全部いきます、うん、よし、着火。ボッ、オーケー。いいんじゃないかな。跳ねる、跳ねますかね。早っ。早っ。よーし、いい感じだな。いいぞ。はい、それでは完成しました。いただきます。いただきます。タコってこんな綺麗に盛れるんですね。めちゃくちゃ綺麗に盛れたね。もったいない、食べるのが。食べていいですか、先。はい。やっぱね、美味しいっすよ。あ、かぶりつくより。あ、でも塩抜きのあれかな。塩抜きのあれもあるし、ジャリジャリもなくなったし。あ、そっか。で、やっぱり切ってるんでちょうど一緒かなってるんですよね。やっぱ硬かったっすもん。でもね、あの硬いのも良かったっすけど、こっちの方が料理として完成されてますわ。もちろんだって見た目もね、こんな華やかに成仏してほしいですね、これで。そうですね。はい。あ、いいっすか。やったやったやった。次。いやいや、そんなとんでもない、とんでもない。若い子に継いでもらう酒よ。9対1、乾杯。ごめんね、いただきます。バイバイやってくれるんだよ。いただきます。これです。これずっと耐えてたんよ、私。そう、ずっとたこ焼き焼きながら、まだ飲まれへんのかな。もう飲んだら怒られんのかなって思いながら。めっちゃ今ここ、ここにおる。感じですね。フグのちょうど、はい、ごめん。じゃあちょっとタコも。はい、いただきます。もったいないな、崩すの。盛り付け綺麗すぎるわ。いや、美的センスすごいよね。結構勉強したんですよ。あ、そうなんや、うん、いただきます。うん、うまい。しばらく喋れないですよね。確かに、もうちょっと薄くてもよかったかもね。あー、確かにそうですね、うん、でもうまい。小焼きいきますか。うん、作ってもらってありがとうございます。いただきます。うまい。うまいっす。よかった。揚げたこの子美味しいかもしれない。あ、そうなん？あ、そうなん？食べていい？どう？パリパリ。パリパリっすね。うん、美味しい。美味しいですね。うまい。なんかやっぱ家で食べてたたこ焼きよりも、どう？もう飲み干すですか？早いっすね。家で食べたたこ焼きよりも。いいよ、ほっといてくれて。あ、ごめんな。ごめんな。家で食べたたこ焼きよりも、マジで店っぽいっすよ。全然、あ、ほんま。なんか、いや、キャベツは違うもんだって。店の味や。うん、キャベツは違いますもんね。すごいな。こんな違うんだ。あ、でもこ、うまいわ。うまいっすよね。揚げたこ焼き。新しい可能性を見つけた。はい、それでは、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、作っていただきありがとう。最後に噛むな。よし、最後まで作っていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、ごちそうさまでした。いや、なんかね、やっぱりね、人間贅沢になっちゃうなって感じちゃいますね、これ。タコがね、まず生のまんまで、うわ、うまってなって、焼いて、うわ、もっとうまいってなって、で、茹でてまたうまいってなって、それだけで満足したはずなのに、ここまで来ちゃうとそれに満足できなくなるんだろうなって思っちゃって、あー、なんか贅沢になった感じがしますね。いろんなね、調理法があるから。いろんな調理法ありますからね。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではそれではお邪魔いたしました。